ではではね、タラッタッタラン、楽しい楽しいベルトの取り付けいきましょう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。まあ、先日Rしからいただいたものをまあ復活させたんですが、こうやってね、あとこうやってそれをまあベルト買いましたと。それのじゃあね、取り付けをやっていきましょう。まあディーゼルはディーゼルっぽいのがあったので、これにしようかな。色は白、白いいじゃん。うまかそうな匂いが、うまそうな匂いがしてるな。こうか。柔らかいんだけど、これ何、これ、ヌバックかなんか、ヌバックにしてんのか、すごい白いいね。白いいじゃん、白めちゃいいじゃん。こういう感じ、いいね、白いいね。このね、ちょっと幅が狭いもんで、このそもそものディーゼルのベルトがつかないっていうね。まあしゃあねえな、しゃあねえ、しゃあねえけど、しゃあねえわ。ああ、いいじゃん、白いな、いいね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 、夏だわ、いいね。次はこれだな、ポリシア。だから金をつけたんだよね、金を買ったんだよ、金ベルト。あー、いいじゃん、マジでいい。では次、これヘビにしたったわ。あれ、いやー、やらしくていいな。やらしくていいよ。意外といいな。で、これもね、ちょっとヘビっぽくしてみました。まあ今日はこうやって、なんていうのかな、いつもブツブツ独り言を言いながら作業をしておりますっていうのをね、お届けしております。簡単な作業です。まあベルトの交換、新しいベルトを装着する簡単な作業ですからね。それをまあじっくり眺めているってわけじゃないですけど、もうこんな感じでやってるって、ね、一番楽しい作業ですね。ベルト交換っていうのは一番楽しい作業です。
本当にまあ作業的にはこうね、なんてことない作業なんですが、やはり見た目も変わる、どういったものがつければこういった風な雰囲気になる、雰囲気もガラリと変わりますから、まあ車で言ったらホイールを変えるぐらいな感じなんですが、一番楽しい作業ですね。時計のベルトを変えるっていうのはワクワクし、そしてドキドキして、そしてあ、こういう感じになるんだ、ああいう感じになるんだっていう、このねちょっとした感動でもないですけどね、そういったものが生まれ、いいじゃないですか、こういうのもいいね。よし、まあ鼻歌も歌えますよ。それぐらいまあ好きな作業ですね。いい。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。またパイソン柄ってのはなんかいいね。雰囲気がまたちょっとガラリと変わって、ちょっと悪っぽい感じがしていいですね。このベルトかなり厚みがあります。相当に厚みがあってね、ちょっとこう、なんていうのかな、厚すくなりすぎたなとか思ったんですが、意外といいですね。ああ、いいね。めちゃくちゃいいじゃん。まあ、このパキンというまま取ってもらえばいいよね。まあこうやって眺めている時間が長い、まあ自己満足ですから相当に満足しています。そして酔いしれてます。いいですね、新しいベルト。パキンとこうしたまま取っとくっていう、またこれで長くね使えるんじゃないでしょうか。いただいた時計ですがね、このままちょっと取っとこう。パキンとまケースなんかはね傷がついたりするんですが、やっぱりね新しいベルトがつけばまたさらに長く使えます。楽しい作業ですね。ということで今日はベルトの交換ですね。まあ造作もない作業ですが、一番楽しい作業ですね。本当にベルト交換っていうのはすごい好きで、新しいまあベルトを装着する時が楽しいよね。選んでる時から楽しいですから、ああいった作業は、まあ、時計がパシッと動くようになって綺麗にして復活させてあげれれば、あとはもうベルト交換、いや楽しい作業になります。でまあ、今回はね R 氏からいただいた、クォーツだね、クォーツの、まあ、ほとんど動いてない電池交換をして、でまあいろいろ変えたものをですね、それをまあ交換してあげて、でパシッとこう綺麗にこう取っとくって言われる。気持ちいい。あれやっぱベルト選ぶのはやっぱいいですね。楽しい作業です。交換自体はそんなにね大変ではないですが、で結構俺はアリエクで買ってます。安いし種類がやっぱね豊富、かなり豊富な種類がありますからね。ほぼまあリークで買ってるんですけど、あってパイソン柄とかもねありますから、こう選ぶのはやっぱ楽しいね。時計に合わせて選ぶのはやっぱり最高に楽しい。やっぱステンプレスとかだったらやっぱ交換という形にはなかなかなりづらいですけど、こういったね革ベルトなんかは結構まあ革の場合傷みますからね、傷んだらまあすぐ交換という形にしてってね、こう雰囲気も変えてっていうのが楽しいですね。楽しい作業です。 R 氏またありがとうございました。復活させましたんで、ということでまあね、今日はまあ簡単な作業っていうか、こういったこともね皆さん、まあやったことない方、時計作業苦手な方とかいますけど、ベルト交換ぐらいはね結構簡単な作業ですから、やってみるのも楽しいです。であと幅だね、ここのラグ幅っていうんですけど、ここを気をつけてください。ここの幅を測って、ここの幅に合うそのベルトを装着するようにしてください。ここの幅が大事ですからね。まあ時計好きの方は分かってると思うんですけどね、いざ初めてやるという方はですね、この幅ですね、このラグの幅、ここに気をつけてください。ということで本日はねちょっと軽い作業でしたが、こういった作業、日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしておりますのでね、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。
じに